ジソンジプレゼンツリセヘルリッスン。皆さんこんばんは、リセヘルエストです。皆さんコンネルー津原ルルです。この番組は毎週日曜の20時から20時30分まで、つまり時間としては23時に私たちの楽しげなトークをリッスンしてもらう番組です。イエーイ。ということで、リセルルなんと10回目でございます。すごい、ようやくね無事に2桁に突入したけど、ねえ10回目ね。1回目の時に比べたらだいぶもう、何、自然になってるんじゃないかなと思うんだけど。ねえ、だいぶもう慣れた。まだ緊張する時ある？いやでも結構ね慣れてきたかもしれない、うん、やった。私もね、うん、大抵は大丈夫なんだけど、うんうん、あのエンディングとかでいつもまあ2時3時関係の告知をさせていただくじゃない、うん、あの時にめちゃくちゃ長いセリフがあるとまだちょっと緊張する。あれね結構鬼門なんだよね。そうそうそう、そこ以外はもうなんかルルちゃんと楽しくおしゃべりだなっていう、あとね、うん、なんかね私リゼルルがね意外とねまだ一番大事なとこなのに噛んだりするんだよね。あそこわかる。あのこれ10回目にして初出しかな、うん、私たちなんかリゼルルが言いにくくて一回すごくあの沼にはまってしまった回があって深い深かったね。一回間違えると、ね、乗り越えるの難しいんだよ、ね、リゼルルがね多分ね同じ文字が並ぶと言いにくいんだと思う。多分最初の始まりがリーのラ行なのもちょっとやりづらい、ね、まあ、全部なんかディスってるみたいな違う、あの違うんですよ。すごい可愛くていいタイトルだと思ってるんですけど難易度高いのでね今後は頑張っていこうという話ですよ、ね、頑張っていこうということでね早速始めていこうかな、うん、2時3時プレゼンツリゼルルリッスン、今夜も最後まで聞いてね。ニジサンジプレゼンツリゼルルリッスン。改めましてリゼヘレスタです。鈴原ルルです。今日からね、うん、なんと文化放送さんのスタジオに来てます。やっと来れた第1回目と2回目はねスタジオだったんだけど、うんうん、そうそう本当に久しぶりで ねやっと来れたね、会えたね。あっ、会えた。久しぶりに会った文化放送のスタッフさんみんな初めましてみたいにやってたもんね、うん、久しぶりすぎて確かに。いやでも嬉しいね、なんかこうやってまたみんなでこう目合わせて話できるっていうのがねまたいいよね。そうだね、ディスコードはディスコードで、うん、まあパッと収録対戦で入るって便利っちゃ便利だけど、うんうん、やっぱり実際に会って収録できてる方がそうね、なんかね、やりやすいよね、喋りやすい。まあでもちょっとルルちゃんから視線を感じるとそれはそれで緊張するんですけど、うん、ちょっと待って、じゃああんまりチラッと5秒に1回ぐらいにしてくね多いよそしたらじゃあやっていく、うん、そうだね、うんうん、ではここからはリスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきましょう。はいはい、じゃあ私からまず紹介していこうかな、うん、お願いします。ペンネームおつぞうさんからいただきました。はい、リゼ様、鈴原さん、こんばんは。うん、鈴原さんは最近扁桃炎からの復活おめでとうございます。こんなにすぐ綺麗なお声を聞くことができて嬉しいです。私も子供の頃よく扁桃炎で高熱を出していたので、うん、大変だった鈴原さんには申し訳ないのですが勝手に親近感を覚えてしまいました。リセ様も昔よく骨を折ったり怪我が多いというお話を聞いたことがあるのですが、お二人の病院エピソードやお休みのお話などがあれば教えてくださいとのこと。なるほど。でも扁桃炎は本当復活してよかった、ね、なんとかね。でも初めて1週間ぐらいも休んだから復活できたけど、なんか不思議な感じだった。なんかそんな休んだりすること今までなかったから。確かに改めてね健康大事だなと思った。視聴者の皆さんも、うん、あれだけ毎日ルルちゃんと会ってたからだいぶ変な感じしたと思う。1週間いない状態っていうのが3日でだいぶなんかロスを起こすみたいないや、あの なんだろうね1週間とか配信ないことは別に、うん、あのライバー全体で見ればそんなに珍しいことではないはずなんだけど。そうなんだけどね、ルルちゃんの場合はそうね、結構みんな私もなんか不思議だった、ロスが起きてたかもしれない、うん、でもびっくりした。リセ様骨折ったことあるんだ。私どこで話した、自分で話した覚えがないんだけど、なんで知っていや私も初めて聞いたエピソードだなと思って、うん、どっかでは話したんだろうね、うん、私ね左腕を3回くらい折っ
出てサッカーごめん笑っちゃいけないんだけど、ちょっと衝撃を受けた。3回何をしたの？そうだな、1回目はまあ自転車から落ちたのと、また公園の遊具、高い遊具から落ちたのと、うん、もう1回は何だったかな、もう1回が確か本当に人にぶつかったか、壁なんかほんのわずかな衝撃とかで水様繊細、あんまり詳しく話すのもあれなんですけど、そうですね、合計3回同じ箇所を折ってるっていうのは、だから多分私左腕の1箇所折った部分だけめちゃくちゃ丈夫だと思う今。いやそうだよね、なんかハンターハンターでさいやさ思った思った思うよね、あれ1回折れた部分は強くなるってそう、しかも綺麗に折ってくれたから、ね、そうそうむしろくっついた時には前より丈夫になってるぜって言ってしまう、ねそっかそれもそうですね、3回折れちゃってるからね確かにそうなんだ、もろくなっちゃうのかな、でもどうなんだろう、微妙に場所違ったのかな、肝臓と違って折れ方があんまり綺麗じゃなかったのかもね、じゃあなんか次折るときは綺麗に折れ折るのいや皆さん気をつけてください、意外と些細なことで折れますからね骨は、そうなのかな、お大事にしてください、はいはい、じゃあ次ということで次のお便りいきたいと思います。はい、はい、ペンネームいいねさんからいただきました、はい、リセ様ルルちゃんコンヌレエスター、コンヌレエスター、6月に入りジメジメした季節になりますね、うんうん、私は昨年の夏からヘアドネーション括弧医療用ウィッグなどのための髪の寄付をするために髪を伸ばしているのですが、ここ最近髪の手入れが大変になってきました。二人とも髪が長くていらっしゃいますが、普段その綺麗な髪を維持するために気を使ってることは何かありますか、よければお聞かせください。なんか髪綺麗な髪の維持より、うん、ヘアドネーションがめちゃくちゃ気になるけどね、あのねなんか、うんうん、私の知り合いでもねヘアドネーションしてるっていう方がいて、うん、そうなんだ、結構本当にすごい理性様ぐらい伸ばして、うんうんうん、でもショートカットにするぐらい切ってそれを寄付するみたいなのができるんだよね。なるほどなるほど、うん、医療用って言ってたもんね、だから治療経過途中に必要になった人のためにウィッグ作るみたいな感じなのかな。へえすごい、そういうのあるんだね。え私もそういうのあるんだなって知人から聞いて初めて知って、そうそう、なんだろうね、なんか普段気を使ってたりしてる髪の毛あって、髪の毛はね、うん、結構痛みやすいから、本当に、うんうん、全然そんなこと見えないけどありがとう、うん、なんだろうな、毛質弱いわけじゃないと思うんだけど、うん、なんだろう、ドライヤーが好きでずっとドライヤーしてるせいなのかなわかんないんだけど、痛みやすいからあれだね、トリートメントとシャンプーは、うん、いいもの、いい私基準いいものを使うようにしていると思う、うんうんうん、私はね、うん、なんか結構髪の毛量も多いんだけど、うん、一本一本が細いから絡まりやすいんだよね。あーなるほど、そう、それが悩みだから、うんうん、できるだけもうお風呂上がったらすぐ速攻で乾かすみたいなのをしてる。そっか、なんか絡まりにくい櫛とかあるじゃん、あるある、ああいうの使ってる？いやそれでもね絡まっちゃうの。そうなんだ、そうもうすごいびっくりするほど絡まる。確かに毛質細そうではある、細いんだよ本当に。ちょっとしたことでなんかブラシして溶かした後に5分後ぐらいにすると、うん、もうちょっとね絡まり始めてるところがある。大変だ。そうな、まあどうだろう、もうちょっと綺麗にしたらいいのかな。十分綺麗です。すぐ乾かすとなんか割といいの、絡まらずに、なんかね部屋のダメージってなんか濡れてる状態が一番良くないらしくて、放置してダメっていうね。そうそうそう、だからお風呂入っていかに早く乾かすかが大事みたいなことを一回美容師さんに言われてから気をつけるようにした。そうだね、なんかでもね、うん、なんか夢中になってると濡れたまんまほかごとしちゃうんだよ ねドライヤーしだしたらもうあとずっとボーってやってたりするけど、でも多分しすぎも良くない気もするけどね。うん、すぐ枝毛になるのかな。痛みそうだよね熱って。美容力高っ。でもなんか湯冷めしちゃいそう。そんなことない。交互に当てる感じにしたらいいのかな。あー確かに熱持ちすぎない程度にみたいな。なんかそういうドライヤーあるよね。なんだっけ、なんかさ、うん、スイングじゃない、
熱とさ、冷たいのが勝手に交互に、そう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 、思い出せないの気持ち悪いな、なんて名前だったかな、なんだっけな、私も名前全然出てこない、誰か出ない、あ、ダメそうじゃあこの議題は永久に持ち越しということで、ね、それではたくさんのお便りありがとうございました。引き続き私たちへのメッセージや相談事など何でもお待ちしております。